IHI 射星磁気 XF9 の情報をキャッチしました。今回は、この磁気 XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発は急がれるが、その次の F5 戦闘機開発は、純国産でできそうです。もしかすると、横浜のガンダムが動き出すかもしれませんね。今実験中です。防衛省が2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として開発を進めている次期戦闘機は2018年平成30年策定の31中規模で開発が決定され2020年令和2年三菱重工が開発主体となって三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバルに、川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンは、IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当するなどして、200人超の体制で開発が進められていた。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが、共同開発を進めていた、BAE、システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表した2023年3月時点でスウェーデンは不参加。日本では次期戦闘機開発計画と同じく三菱重工が主契約者となって機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになり、イギリスは BAE システムズが機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が電子機器を担当し、イタリアからはレオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加することとなった。このプロジェクトによって、2024年頃までに各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始を目標として、2035年に初号機が配備される予定とされている。この次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意していて、共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費については、数千億円もの巨額な経費節減が可能になると見られている。そのエンジン開発の基本となる技術は、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた、将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン、XF9-1 である。ロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作には至っていないが、IHI が、独自に開発を進めた、XF9-1 は、純国産のジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入されて、性能試験が実施された。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求であるが、これは、このエンジンが搭載される次期戦闘機のステルス性能を向上させるために、ミサイルなどの兵装を、機体のウェポンベイに格納することや燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があり、大出力でありながらかつ、
スリムでコンパクトなエンジンを搭載することが求められたためである。このコンセプトは、テンペストもまた同様であり、両戦闘機のエンジンに関わる要件は、まだ統一されていないものの、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるほか、大出力とするのは、推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきとの考えに基づいている。IHI が提供する XF9-1 のプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15、イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100、エンジンとほぼ同じサイズでありながら、推力は最大で15トンを発揮することが試験で確認されていて、これは米空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている同軸プラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力である。また F-119 とのサイズを比較すると、 F-119全長 5.16 メートル、直径が 1.168 メートルであるのに対して、XF9-1 は全長 4.8 メートル、直径1メートルであり、いかに XF9-1 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっていることがわかる。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間で、驚きとして受け止められていて、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われている。XF9-1 は高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、セラミック、マトリックス、コムポジテス、CMC を使用することでエンジンの軽量化を図った。さらに、タービン部についても CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を用いることによって、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力を発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に貢献している。コア部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸がある。そしてその後部にはアフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コア駆動ギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は 1800°C に達するとされ、この 1800°C という温度はニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンにおいては、この温度が高いほど、高性能なエンジンとされ、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスと言える。これには、ニッケルコバルト元の国産の溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用、耐寒矯正コーティングが採用されたこと、さらには、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術の流用が大きく貢献している。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用のエンジンは、共に、アダプタイブ、サイクル、エンジン、アダプテイブ・サイクル・エンジンであるが、これは、離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする、
空気流を3段階変更することで、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことで、これにより、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待され、さらに、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上して、エンジンの熱管理が容易になる。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得るとともに、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みだ。また、2019年6月に開催された、パリ国際航空ショーにおいて、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中であることが公表されている。XF9-1 においては、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性の確保などを目的に、推力変更ノズルに関する研究が実施された。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンにおいて、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置であり、垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストーブル機である F-35B、ライトニングに、使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機において F-35 のように、通常離陸型だけでなくストーブル機も開発される可能性を秘めている。ここまでにおいて、RR の FCAS-TI は未完だが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがある。この両社の協力により、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が期待されている。川崎重工が電磁式カタパルト動力源として大容量電池を提案しているとの情報をキャッチしました。今回は日本の空母事情とこの川崎重工が開発した電磁式カタパルト用大容量電池を詳しく見ていきますね。空母建造計画あるのかな？護衛艦ヤマト誕生かも。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて、DSEI Japan 2023という展示会が開催され、日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示された。この DSEI Japan という名称の展示会は、2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったものだ。DSEI Japan 2023には、開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているが、これらの企業は、
直接的な攻撃用の兵器は展示しないという、日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていた。ただし、参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器である、ミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本が、こうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えない。そのソム DSEI、ジャパンの会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに、安全保障関連の研究に重視している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることは、できないようになっている。それを考慮した上で、他国に、日本の防衛産業の製品が、直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の、現行法や、政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか、個人的には思えない。さて、そんな、今回の、DSEI、ジャパン、2023だが、やはり、会場で、ひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型と、そのプロジェクトに参加する、各国の主要企業だろう。日本において、それは、三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは、BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、レオナルド UK 社、そして、イタリアは、レオナルド社らが、そうした参加企業の代表格である。この次期戦闘機開発計画は、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムと称されており、今回の DSEI、ジャパン、2023においても、その中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに、第6世代機だと、喧伝していた。現時点で、第5世代戦闘機と呼ばれている、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2号、その先の世代だと、認識された機体は、まだ、どこにもなく、その定義も曖昧だが、キャッチフレーズには使用されている。さて、そんな GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラム関連以外でも、今回の DSEI、ジャパン、2023では、川崎重工業社が、かなり変わった展示を行っており、一部では、そのパネル展示が、非常に、大きな話題ともなった。ここで、川崎重工業社が、パネル展示を行ったのは、傘下の同社のグループ企業で、バイクやジェットスキー等を手掛けていることで、著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてである。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は、製品名をギガセルと称するが、今回、川崎重工業社は、DSEI、ジャパン、2023において、その用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示した。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から、艦載機である、機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が、自らのエンジンの出力によって、発艦する場合に比して、より短い滑走距離で、それを可能とする仕組みである。また、距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより、多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されている。実際には、この2023年3月において、カタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻と、ジェラルド、R、フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴーレの合計12隻のみである。このうち、最新鋭のジェラルド・R・フォードは、
電磁式カタパルトを装備しているが、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは、すべて蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだ。蒸気式のカタパルトは、未だアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では、非常に完成度が高いことは言うまでもない。しかし、アメリカ海軍は、こうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって、微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・ R・ フォードに搭載した。ただし、2017年に就役を迎えたジェラルド・ R・ フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ、初めて導入された新機軸の装備が、他にも多数あったことも影響し、事実上は、2022年までの5年間は、実稼働状態とは言えなかった。それほどまでに、他のアメリカ海軍で、すらも、実用化に、時間を必要とした、電磁式のカタパルトだが、中国海軍は、2022年6月に進水させた、同海軍3隻目の航空母艦の福建にそれを装備すると、世界に向けて喧伝している。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている福建のテストの進捗を見てからでないと、何と言い難いように思える。ちなみに、中国は、こうした、福建のような航空母艦に限らず、今後は、航空機を、運用可能な強襲揚陸艦等にも、カタパルトの搭載を推進していく、方向だと見さされており、福建のテストは、それらにも、大きく影響を及ぼすだろう。それは、今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に、無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりも、はるかに軽量な無人機の艦載機化と、その運用を占う、ものとなるのかもしれない。さてアメリカ海軍の、ジェラルド・ R・ フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によって、ゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしては、エマルスと呼称されている。この電磁式のカタパルト、エマルスは、主として、4つの要素を持つシステムで構成されており、それは、モーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でも、バッテリーには、フライホイール形式が採用されている。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して、化学反応を媒介させて、それを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで、耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが、利点として挙げられている。川崎モータース社のニッケル水素を使用する、ギガセルは、無論蓄電池に該当する製品であるが、すでに、路面電車等への採用や、各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量で、かつ、高速の密流放電に対応し、環境にも優しいとされている。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平洋型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池は、これに対し、大きく、重く密流放電時間も長いが、非常に低コストだと考えられる。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだが、運用上で密流放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように、電磁式のカタパルトの電源足りえるのかは、少し疑問にも思える。
レールガンという言葉を聞いたことがありますか？日本政府が開発を急いでいる武器です。今回は、このレールガン開発は、どこまで進んでいるのかについて見ていきたいと思います。まるで SF のような話ですが、実際には近未来の話のようですよ。新年2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。それへの対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたのがレールガンです。このレールガンについて、1月12日放送の BS 日テレ、真相ニュース内で、小野寺御殿元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が語った内容が話題になりました。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて話したようです。最近、国防や軍事関係に詳しい人の間では話題に上ることが多いレールガンです。では、このレールガンとはどんなものでしょう？一言で表現すると、火薬を使わず、2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させ、レールに乗せた弾体を射出する仕組みで、電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指しているのです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離の射撃が可能だそうです。理論上、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、低コスト活連射も可能とされるので、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられています。防衛省がこれまでに試作したレールガンによる発射試験の結果ですが、発射初速は 2300m/秒、およそマッハ6の初速が観測されたということです。戦車砲の発射発と言われる1700から1800m/秒を上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段として期待していると言われます。その証拠に、2022年度防衛予算では65億円に上る研究開発費を計上しているのです。前での真相ニュースの中で、キャスターから質問がありました。レールガンを開発するメリットは何ですか？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠いターゲットに当てることができると考えていますし、ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km という報告があり、連射性能向上の可能性も述べました。そして、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも付け加えました。キャスターの強力な磁場を発生させるための装置は必要ですか？という質問に対しては、先行国であるアメリカが、10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置開発が難しかったことを提示し、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったことが、その理由ではないかと指摘しました。現状で、レールガンを艦載可能な艦艇として例示したのが、統合電源システム、IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。IPS は大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ていますが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうため、実際に艦載は難しいとみなした上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、
技術の優位性があると結論付けたのです。小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では発射されたミサイルを撃ち落とすために非常に高価な迎撃ミサイルを使用しているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は2012年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについて割り返していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、防衛省に再任した際には、レールガンの試作機は製作過程だったので、その段階でかなり高スペックを持っていることは感じていたとも語りました。続けて、自分は現在自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために予算計上などを応援している小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、日本の専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備の一つであると考えるといった認識を示しました。番組ではレールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとされる極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった疑問が投げかけられました。もちろん、今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などにもついて、両氏に鋭い質問が飛んだのでした。電源問題については、研究員も実用化に対する一番大きな問題と認識し、電源を常に確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になってくる。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないことを指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスにありますし、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応についてですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムやPAC-3ペトリオットなど、現在のシステムと複合的に、防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来するターゲットに、標準を合わせて的中させるということのみの発想ではなく、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究するべきと考えていて、それはまだ始まったばかりだと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、速度が上がるほど運動性が低下する事実を指摘、高度を下げると空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がれば、いずれまっすぐ落ちてくる。その際にレールガンを連射して迎撃できれば、超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガンの開発は古く、60年前の1960年代、昭和35年から構想があったそうですが、本格的に動き出したのはここ10年ほどで、実現性に疑問を挟む声もあるようです。しかし、小野寺氏は防衛大臣在任中に防衛省幹部のレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく、追加攻撃への活用という構想もあり、実現する可能性は高いと言っているのです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、
同盟強化にもつながり、2028年までには試験を終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発を終了するというのはかなりのスピードで、日本のこういった急速な技術開発を進められる力を具体的に世界へ見せつけることによって抑止力を高め、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国が日本には主体性がないと見ていた目を変えさせることができると語りました。そして、日本が今後革新的技術をさらに高め、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになったら、日本下手出しすることを躊躇するようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測を述べました。イギリス軍が誇る空母クイーン・エリザベス。その誇り高い女王艦に、アメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中ということです。空母クイーン・エリザベスは、F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということです。これはイギリスだけの話ではありません。日本も、護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために改修工事に入っているのです。今回は護衛艦出雲の改修工事計画と合わせて護衛艦加賀の工事計画も見ていこうと思います。クロスデッキというのは空母の共同使用ということです。デッキ、甲板をクロス、交差させるということですね。自国の空母に離着陸させるのですから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいきません。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければ、クロスデッキ訓練はしないでしょう。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけです。では、クロスデッキ用の改修工事とは、どんなものでしょうか？まず、艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して、作業を進めています。クイーン・エリザベスには、F-35B 戦闘機が、一杯に搭載されているのですが、その光景を見ると、圧倒されるようです。出雲を改修したら、日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるのでしょうか。その下準備というわけでしょうか。山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか。2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表しました。その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっているのです。特に注目されるのが対象となる場所、領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということです。これは今後の防衛の方向性を示すものと言えましょう。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がします。敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていましたが、現実世界でもあり得ることらしいです。
そして、そうなったら、戦争というものに対して、無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと、不安に感じるのは筆者だけでしょうか。さて、前述のように、新しい分野への対応もしつつも、同時に、現在の事態への対応も必要ですね。その対応と考えられるのですが、現有のヘリコプター搭載型護衛艦イズモ、加賀に、本格的な航空母艦化工事を行うため、231億円という、高額な具体的回収費用が盛り込まれた、ところも注目されるポイントとなりました。さて、航空母艦という言葉だけを見るとは、かなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられますね。戦争につきものといった感が否めません。その通り、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、やよもすれば、言葉だけが一人歩きしてしまう、傾向を生みました。その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が、攻撃型兵器である、航空母艦を保有してもいいのかという批判が上がっていることも事実です。自衛隊の趣旨から、攻撃的兵器保有は容認できないとする意見ですが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているのです。当然といえば当然ですね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、何と言っても血税で購入するわけですから、しっかりとした、誠意ある説明は、絶対必要です。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに、海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では、攻撃型潜水艦と呼ばれていますから、これも、問題なのかという反論が上がりました。要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装、武器によって、どんな風にも運用できるのですから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったのでした。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲とかがを航空母艦として回収し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようです。この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機ですから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるのです。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているのです。このように、尖閣諸島方面などを目的とした、海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、加賀は、中国を牽制するためには、必要不可欠な戦力になると考えられているようです。では、この改修工事は、どんなスケジュールが予定されているのでしょうか。具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程ですが、2020年にはすでに出雲、が、約31億円の経費で、飛行甲板周りの強化工事を行っているそうです。とはいえ、この工事完了は、まだ第一段階に過ぎません。この次になる5年後の定期点検時に、再度改修工事を行うことで、やっと、すべての航空母艦化改修工程が終了することになります。ここで、ようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけです。こういったスケジュールなので、従来は、2021年に、大規模定期点検に入るかが、一度に、改修工事をすべて終了し、伊豆、最寄り先に、
航空母艦化が完了するというのが一般的解釈でした。ですが、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明しました。1度目は、約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったのです。その理由ですが、現在の加賀、破水直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体です。それを短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事です。具体的な工事内容ですが、現在は、艦首方向に向かって、緩やかに狭まっていく、形状をしている艦首ですが、それを、スクエア、四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに、最適な形状にするという工事です。この改修工事を加賀は、1回目の改修工事で行う予定です。5年ごとに行われる2回目工事では、F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための艦内区画の変更を行う予定になっています。2回目の改修は、アメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われます。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられます。出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれます。どちらにしても伊豆、物語が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されるのです。では、日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明しましょう。何と言っても気になるのは、そのお値段ですよね。果たして、どれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったのでしょうか。改修工事と補償を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機です。2020年度予算は6機購入予定で、経費は793億円。実際に購入するのは2024年ということです。2021年度予算では、2機購入で、経費264億円。これも、実際の購入は、4年後の2025年という計画になっているそうです。2024年と2025年の2年で、調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機ですが、どちらも、1機あたり、調達価格を計算すると、約132億円になります。ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型です。計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると、高額ということでお分かりでしょう。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになりますが、カタパルトのない航空母艦にはよくある、スキージャンプ式発艦の採用は、見送られることになりました。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで、燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなります。しかし、対戦勝海洋は言うまでもなく、航空母艦上では、ヘリコプターの運用もしなくてはなりません。そう考えた場合、あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられます。
日本はもちろん、世界各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたるスターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのがリチウムイオン電池です。電気自動車などで利用率が高まっている水素エンジンも今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨波中期防衛力整備計画26中期防に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式を終わりました。日本も、毎年、最新鋭潜水艦が、次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が搭載された理由について、深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う、海上自衛隊潜水艦には、謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている海自潜水艦について、推定されているデータを紹介していきましょう。2021年9月時点で海自最新鋭とされている潜水艦は太平洋型です。太平洋型潜水艦は、すでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した、11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦トウリュウ、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、流型潜水艦のサイズですが、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンという大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、トウリュウの2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、流型潜水艦の当初計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧技術研究本部は、最初にナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。
水銀は健康被害や廃棄などにも問題がありますからね。そして酸素水素型電池の開発に方向転換し実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては燃料である液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では同時に次世代潜水艦用蓄電池としてリチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。ではリチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で 1.5 倍以上の繰り返し密露放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、流型5番艦から搭載する予定だったのですが、タイゲイ型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、流型11番艦オウリュウから搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。1つは、そう、流型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。2つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。2つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。潜水艦用にあるようなリチウムイオン蓄電池、採用によって、様々な面で高スペックにとなったと思われますが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少しているのです。ですから、オウリュウ、トウリュウは10番艦までと比べると、水中での瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは、最高出力20ノットになるのが、たった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、オウリュウ、トウリュウの連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから、比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていた、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電ができるので、2から3時間で可能です。ということは、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。
実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、夕方の潜航深度は、600M から 700M と予測されているようです。さらに、そう、夕方艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は、1000M の水圧にも耐えられるはずなので、最大潜航深度は、900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに、海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは、性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シールフ級などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、そう、流型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は、原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては、一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この静粛性についても、海自の潜水艦は、世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も、任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように、静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の原潜と比べると、乗組員についても、潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると、断言しても良いという声があるようです。陸上自衛隊ヒトマル式戦車は、一度ロックオンすると、どんな悪路でも狙い撃つ性能を保持、世界が欲していますが、憲法上、輸出は禁止されています。今回は、そんな高性能なヒトマル式戦車を詳しく見ていきますね。でも、クーラーは欲しいところです。陸上自衛隊の第 3.5 世代、第4世代との見方も、主力戦車であるヒトマル式戦車は、国産戦車として4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車、旧マル式戦車と、比較して、戦闘力の総合化が図られ、火力、機動力、防護力が、それぞれ向上した上に小型、軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車である。日本本土防衛のために、最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に、対応可能な機能、性能を有した後継の開発が必要とされており、旧マル式戦車の後継として、新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有、及び、指揮統制能力の負荷と、火力、防護力、機動力の向上、
そして、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていた。そして、2002年度、平成14年度から、防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁と三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて、主な諸元などが明らかにされた。その後2010年6月14日に、静岡県駿島郡小山町の陸上自衛隊富士学校、富士駐屯地で、一丸式戦車試作車両として、報道関係者に公開、旧丸式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに、同年7月11日に行われた、富士学校、富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて、一般向けに、2両の試作車による、走行展示が行われ、この2010年度から、陸上自衛隊で、調達が開始されている。一丸式戦車の主な諸元は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.30 メートル、全備重量約44トン、乗員3名とされ、旧丸式戦車より、一回り小さく、74戦車よりやや大きく、喧嘩方式が、74戦車と同じく、全天輪が、油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74戦車と、同様に、左右への車体傾斜機能が復活していることが、旧丸式戦車との違いである。これまで、日本が独自に開発してきた、戦車のうち、旧丸式戦車については、アメリカと旧ソ連による、東西冷戦の影響を受けて、主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の 125mm 砲が搭載されている旧ソ連製の T-80 戦車などに対抗するために大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなった。そのため、旧丸式戦車は、日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から、北海道以外では、平時における配備と運用が難しいとされ、一丸式戦車の開発においては、本州、四国、九州など、全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの、戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で、約6トンも軽い約44トンとされたのである。74戦車を陸送する際に、トランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラによって、車体に砲塔を搭載したまま輸送できる。しかし、旧丸式戦車の場合は、最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば、砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるが、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラでは、車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかった。しかし、一丸式戦車では、全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで、砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになった。さらに、近年では、全国的に道路交通網が整備され、かつて、六人式戦車が開発された頃に比べると、道路の発展に反比例するように、鉄道は、地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっている。そのため、陸上自衛隊では、74戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は、事実上断念していて、旧丸式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで、輸送を実施しようとすると、道路の許容重量によっては、走行できるルートが限られてしまう、可能性が大きく、といって舗装道路を長距離自走させた場合には、靴体、キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める、可能性が指摘されていたのであるが、一丸式戦車の設計にあたっては、同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって、舗装道路を自走する際の車体と路面へのダメージ低減にも成功したのだった。
戦車において、日本全国の主要国道に係る橋梁、約 19,700 箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では、約 40% 以下とされているが、10式戦車においては、84% の橋梁を渡ることができることから、日本の国土で運用するのに最適な戦車であると評価されている。この軽量の10式戦車に搭載されているエンジンは、1200PS、2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは、61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PST で、90式の約 30PST と比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等である。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏接する恐れなどから実現しなかったとの経緯があった。この高性能なディーゼルエンジンによって、10式戦車は、最高速度 70km/h を発揮するが、変速比を常に最適に制御可能な、油圧機械式無段階自動変速走行機、フドロメカニカル、トランスミッション、HMT を採用しているために、更新速度においても、最高速度 70km/h を発揮することができ、さらに、この変速走行機によって、90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率、高応答化と小型、軽量化が実現され、機動性が大きく向上されている。10式戦車主砲には、これまでの44口径 120mm 滑空砲より、重量が 13% 軽減された日本製高所製の軽量多加工。圧砲身の44口径 120mm 滑降砲が搭載され、さらに、将来的には、必要に応じて、欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されている。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に、西側諸国に、共通のラインメタル社製の 120mmL44 滑降砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされている。なお、10式戦車用の砲弾には、鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより、記念行事や模擬戦闘などで、90式戦車では実施できなかった。空砲射撃が可能となっている。砲弾の装填には、軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって、砲塔後面にある球弾用ハッチから、自動装填装置への球弾を行う。弾薬を砲塔内で保持する機構は、90式戦車ではガツメ型であったが、10式戦車では筒型になっていて、これにより、装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら、戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となった。また、副武装は、砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に、旋回式の、12.7mm 重機貫銃 M2 と、主砲と同軸に、74射載 7.62mm 機関銃が装備されている。10式戦車の装甲には、正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には、
結晶粒微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら、軽量化が図られている。そして、一丸式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された C4I システム、コマンド、コントロール、コミュニケーションズ、コムピュタールス、アンド、インテリジェンス、指揮、統制、通信、コンピューター、情報というネットワークシステムで、一丸式戦車ネットワーク、10NW と呼ばれるこのシステムは、個々の戦車内部だけでなく、小隊や中隊単位の一丸式戦車同士は、相互に情報を共有、伝達することが可能で、例えば、指揮官車の各種指示を、全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間において、リアルタイムで射撃データを共有したり、各社の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では、走るコンピューターなどと呼ばれているという。